いつもタメ口です、うん、もうそう、もう私たちタメ口だよねでもこんばんは、こんばんは、こんばんはで溢れてるこんばんはってみんな言ってる。明日ミーグリだね、だって明日ミーグリだ ね、楽しみ。そうだね、待って今日さご飯、そうご飯会、ご飯会、今日はあやきをもぐもぐショールーム配信なんですよ、うんうん、だから買ってきました、ローソンの、ローソンさんのグラタン。 あ待って、え取っちゃった。え何がこれ、いいよ別に、いい、うん、ほいじゃ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 。今はひろたんはなんかこう上のたらこパスタみたいのがないからちょっとしょげたんでしょ、うん、嫌な気持ちになっちゃった。ブルーな気持ち、ブルーな気持ち。わあ、なんだなんだ、あすごいクリスマスだなんか結構私たち、うん、話すことも無理決めずに来てるんですけど、そうなんですよ、もし本当に嫌だったら、嫌だよそれがそれが嫌だったら、それが本当に嫌だったら、うん、あの、あ、嫌って言ってください頑張るもんね、確かに頑張ろう、本当に配信、配信は頑張ってる、ちゃんとやる、うん、ちゃんとやる、しっかりした人みたいな配信をやるっていうのは頑張れるじゃん、うん、そう今日も今日そう、うん、でも私たちらしさも、うん、大事にした方がいいから、そうそう、もう一個の携帯でさ見れるようにした方がいいかな。え、なんで、え、コメント、うん、見れる、え、見れる、カメラ悪い、いや、めっちゃいい目だけは、え、見えない、目だけはいい、あれ、あれ見えない、え、見える見える見えるよね、うん、いや、でも楽かなみたいな、あ、でも下向いちゃうもんね、こそこそ増えてくるね、そうだそうだねえ、笑っちゃう、そうだよね、そうだよね、いただく、いただく、いただいちゃう、あ、ピザ食べてるって、え、そうだ、みんなもご飯食べながら見てください、ぜひ、うん、一緒にご飯、もぐもぐ配信なので、もっぱんもっぱん、フェアルックあれ無視あれ無視しちゃった、フェアルック、そうね、そう、フェアルック、超めっちゃで、ひよたんが持ってるこの服、はい、持ってんのにだって知らないもん、持ってるの、持ってるのに、うん、合わせられなかったら悔しい思い出、悔しい思い出、ね、スカート一緒なんだよね、うん、そう、スカートは一緒、ほら見て、かわいいスカート、たまたま見つけたスカート、ほらスカート一緒なんですよ、じゃじゃん、これは本当にたまたま偶然の出会いで、そう偶然、お店に2人で買い物行ってたら、え、待って何あれ買えないってだったんだよ待って、何あれ買えない、マネキンが来てて、そう、マネキンがね来てたんだよね、めっちゃ可愛いと思って2人で、そう、そう、私がこれ可愛い可愛いんで、うん、買おうかなって言って、ひよたも買おうよって言って、うん、ほいちゃほいちゃって買ったいやー、お腹空いてきた、うん、食べよっか、いただきます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 、パスタ、グラタン何かドリアかどっちか分かんなくなっちゃってさ、グラタン、ドリア、今日はグラタン、この間はドリアだった、ほいじゃ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 今はなんかさ、ショールームって本当にびっくりなんだけど、うん、時間がとうまいすぎて、確かに今なだから時間切りしてくる、あれ35分、あれまだ5分、あ、5分だ、まだ5分、まだ5分、ちっちゃ、いただきます、いただきます、熱そう、ね、熱そう、うん、うん、おいしい、うん、ちゃんと混ぜないとやってられないからおいしい、私もバタバタしちゃった、え、お茶目、あ、チートだ、大丈夫大丈夫、あの、私たちはみんな知らないと思うんだけど結構仲いいんだよね、仲いい、そう、でもあんま知られてない気がする、そうだから知らせなきゃねっていうのを夏ぐらいから話しててそうで、あのさ、私たちアンドガールのさ、うん、リーダーモデルやらせていただいてるじゃないですか、はい、そうなんですよ、でそのアンドガールの2人での撮影の時があって、うんうんうん、な、夏ぐらいの発売のやつ、夏後かな、その時にそのアンドガールの方々が私たちが仲いいの全然知らなくて、こんな仲いいのってなったんですよ、ひーちゃんで、うん、だから、うん、もっと仲いいことをやっぱり言っていかないとダメだねって思ったんだよね、うんうん、そう、確かに、そう、あのガール行くたびに、うん、ひよたんとまたやりたいんですよ、私たち本当は仲いいんですってずっと言ってんだよね、うん、お互いやる、だからもっと仲いいことをアピールしていかないと、そう、めっちゃ楽しかったよね、2人のやつ、うん、楽しかった、バーベキューのやつ、あれ
めっちゃ楽しかった。楽しかったね。楽しかったね。どうしたの？コメント読んじゃった。え、さっきどうしたの？恥ずかしかった。そう、食べるの見られるのちょっと恥ずかしくて。え、ちょっと恥ずかしい。大丈夫だよ。本当は本当はって何？本当は仲悪いんじゃないかってこと。あ、そういうこと。え、本当本当に仲いい。だから多分、うん、本当にブログとかメッセージとかインスタとかで、うん、そんな出してないじゃん、うん、仲の良さを。確かに。なんでだろうね。え、確かに本当に不思議ですね、うん、あ、かわいい。あ、そうだ、あ、忘れてた。やばいやばいやばい。これ食べる。これ食べる。いや、大丈夫です。やばい、めっちゃ忘れてた。やらかしやらかしなかったことにしよう。あ、やばい、今日本当に笑って終わっちゃいそうね。確かに。あ、これにすれば、うん、そうする。え、ネチネチしてる。水分が多いからですか。分かった。よし、一旦やめ、一旦やめよ。じゃあコメントでも読みますか。そうですね、うん、読んじゃおう。沖縄旅行の裏話ありますからって。沖縄旅行喧嘩したよね。沖縄、え、喧嘩した。沖縄で喧嘩したの。え、でもユータンたちってマジで喧嘩するよね。喧嘩しちゃうんですよ、私たち。仲良すぎて。本当にもう絶対旅行とか行くと一回喧嘩しちゃう。喧嘩しちゃう、絶対。だから長時間いると喧嘩しちゃうんだよね。しちゃうしちゃう。なんでだろう、険悪な雰囲気になっちゃって。そう、そう、喧嘩したっていうのが。喧嘩しちゃうよ。裏話かな。そう、うん、でも仲直りもしない、別に。あ、そう、自然消滅みたいな。自然に。え、でもなんか目標決めたじゃん。喧嘩したくないじゃん。あ、そう、喧嘩したくないよね。喧嘩は絶対したくないから、うん、謝ろうって。そうそう、お互い歩み寄ろうよっていう話になったんで。謝ろうみたいな。その悪いと思ったらすぐ謝る。そう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 、そう、過剰に謝ってるよね最近、うん、最近ね、ちょっと、うん、最近なんかごめん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 、本当嫌だったよね、ごめんごめんごめんって言って言ってみたいな。ずっとやってるからだったら、そう、最近は喧嘩してない。そう、そう、まだ喧嘩してない。うん、うん、でもだからなるべくね、喧嘩しないよ。今日もしかしたら喧嘩してるかもしれない。うん、ファンの方が止めてくれるから。そうだね、そう、仲裁してくれる人がいるとすぐ止まるんだけど。そうそうそう、誰かねしてほしいよ。沖縄の時に2日目地獄みたいな。2日目はマジで地獄だったよ。喧嘩しちゃって1日目は本当楽しかったんだよ。1日目楽しかったんだけど、2日目が本当に喧嘩で、うん、もうね、ね、喋った喋ってないって感じだよね。でもめっちゃ仲いい、本当に。そう、本当に仲いいけど喧嘩もしちゃうっていう、うん、うん、でもさ、喧嘩するほど仲がいいっていう最悪やって。そう、なぜか喧嘩しちゃうんだよね。でも仲いいからじゃない、うん、うん、確かに。で、逆に喧嘩できるのすごいと思うんだよね、私。うん、人とあんま喧嘩しなくない？メンバーでもなかなか喧嘩しないかも。え、でしょ、うん、だから喧嘩できるほどって家族ぐらいの仲のやつ。お互い言いたいことめちゃくちゃ言うから。めちゃくちゃ言う、本当に。確かに確かに、言っちゃうからね。本当に言う。うん、でもさ、やっぱさ、隠すよりさ、言った方がいいじゃん。いい、うん、まあ、喧嘩するのは良くないけど。そう、確かに。やめよ、喧嘩はやめよ。今やってねえ、なんで同じの見てるの。ね、やってみるじゃん。やってみる。え、でもひなたたちの喧嘩しゃべんないよね。しゃべんない、もうってなこういう感じ。2人でうんってドヨーン。そう、ドヨーン。そう、2人ともドヨーンってして、ね、ドラモッチ食べようかな。うんうんうん、ドラモッチです。みんなドラモッチ好き？どうし、私ドラモッチ大好きなんだよね。ひよたん牛乳。ひよたん牛乳。牛乳が本当に大好き。どうよ。あらまっち。そう。食べたことないだって。え、嘘。めっちゃ美味しいよ。出すことなくなっちゃったじゃんよ。じゃんよ。じゃんよ。ねえ。
じゃんよじゃんよじゃんよ私たちは結構、うん、夜とか電話するぐらい本当は仲いいんですけど、寝る前4時間とか電話してる、なんでそんな話そろってくるの。そう、ほぼ寝落ち電話に近いぐらい。そうそう、寝るまで電話することが多くて、そうで言いたいことをめっちゃ言い合うんだよね。そうそうそう、お互いのそう話したいこと、そうお互い全部話したいから、そうそう、4時間とかかかっちゃうんだと思う。気づいたら4時間、いつもあっという間の4時間電話が、ね、そう、なんでだろう、ね、不思議じゃない。でもお互いやりたいことをやりながらの4時間だよね。そう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 、なんかだからさ、家事しながら、ガチャガチャ聞こえながら水の音とかめっちゃ聞こえるの。え、今何やってんのみたいな、全然聞こえないんだけどみたいな時は、ひよたがこの間さ、お風呂掃除し始めた、本当に聞こえなかった何言ってんの何言ってんのちょっと待ってねそう、仲良し。次ね、旅行に行きたいんですよね、また。え、旅行行きたい、めっちゃ旅行行きたい。今また私たちが旅行に行きたくて。そう、旅行は大好き。そう、海外行きたい、ね、海外行きたい。だってひよたんがパスポートを取る取らない問題がちょっと今年の初めぐらいにあったの。そう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 、私はパスポート取ってて、うん、なんかこう休みがあったの今年の初めぐらいに、うん、え、行けんじゃないみたいな、うんうん、海外ってなってて、行こう行こうってなってたけど、うん、なんかパスポートをそう期限切れちゃって、期限切れてて、で行かなくて、全然そう一向に行かなくて本当に行かなくて、なんか今日行けば頑張れば旅行行けるよみたいな、うんうん、でも行かなくて、そう、めんどくさくて行ってなくて、うん、いや切れちゃうよね、私も切れたもん。でももう行ける、いつでも。そうだね、いつだってもう10年行ける。え、そう、10年行ける。もう10年行ける、もう10年行ける、もう10年行けます。無事なんですか、どうぞ。ひよたんさすがとか言われたのに、これは限界になりますわだからその時も若干契約だったよね。え、そう、若干ね、若干だよね、やっぱりそうなっちゃうよね。そうだよ、だって、うんうん、そうだよ、そう、2人のワンコも仲良しいや、めっちゃ仲悪い、めっちゃ仲悪い、犬が多分一番仲悪い、ほんとにやばいよね。この間大喧嘩してるこの間ひよたんのお家に、そう、私のワンコを連れて行ったら、もう喧嘩で3分で帰った。ほんとにリアルに3分ぐらいで、うん、喧嘩、やばいやばいやばい、喧嘩しちゃって3分で帰りました。ほんとに犬たちがグーもうなんかプロレスみたいな、もう殴り合いのやつしてて、そう、ほんとにやばかったね。ほんとにもう試合開始してから、もう会った瞬間に試合開始、こうかな、もう合わせることはない、一生合わせないから、うん、本当にダメだね。合わせたらもうね、どっちか死ん傷ついちゃうかな、多分傷ついちゃう、うん、結局その可能性があるんじゃないかっていうぐらい喧嘩してたから、本当にそうだから飼い主に似てる、それな仲悪いんですよ。そう、仲悪い。でもね、ひよたんのお家だったからかなっていうのはちょっとあるかも。外だったら絶対大丈夫だと思う、うん、なんか散歩してたまたますれ違いましたみたいな。確かに、てか普段あの、うん、犬に、うん、ああいう感じにならないかも。嫌だったんだ、やっぱ自分の縄張りだからさ。あ、なるほど。兄さんなのかな、チリがさ、なんかチリちゃんがさ、ほんと可愛いよねチリちゃんはいつでも能天気だ。チリはさ、ほんとに能天気だからさ、人の家なのにさ、なんかかわいい、本当に能天気だから。チェイちゃんは自分の家のもののようにソファーにも乗ってたし、なんかもう走り回って楽しそうにしてたんだけど、ルナはそれに超怒っちゃって、ルナちゃんそういうのが嫌いで。いや、そう、普通そうだよ。チェリーがね、ちょっとね、なんか、いや、でもチェイちゃんはマイペースすぎる、そこかわいいマイペースで本当に面白かった、ね、本当に面白かった、事件だったよ、あれ本当に面白かっただから今度じゃあ外で合わせてみるか。確かに、こうなんかカフェとか行きたい、カフェ行きたいね。えだからさ、カフェとかそういうとこは行かないじゃん、私たち行かないね。行きたいよね。なんかえ、カフェ行った、いつ、沖縄で。え、違うよ、あそこのカフェよ。あれ、前行かなかった。え、なんだっけ、あのカフェ、あそこ、なんだっけ、外で食べたい、あれカフェ、え、なんだっけそれ、え、それいつ頃の話、ちなみに。もうちょっとこっち来てよ、映ってないよ、ひよた。え、でもさ、ドッグランとか行かせたいかもよ。え、でもね、ドッグランってないのかな、近く。あるけど、うん、チェリーね、犬好きじゃないんだよね。あ、そうなんだ、うん、そう、ごめん、うん、チェリーは多分、うん、あの、走り回らない。確かに
て。いつもいつもいつも。いつ見てもでもケイちゃんはマスクを見つけた瞬間豹変しちゃうの。いつもって感じだけどマスクが落ちてたら豹変しちゃうんだよ。マスク大好きなの。どっからかマスクを見つけてきて。なんかバッグの中にそこに入ってるマスクをもうバッグに頭突っ込んで取ってるから本当に可愛いチェリちゃん。チェリちゃんの前でねマスクで遊んでたね。こんなにマスク好きなワンちゃん。チェリの癖はもうこれ。そうこれ人に体重を乗せるのが好き。ずっと可愛いね。ずっとこれ。チェリちゃん曲がれるのかで。そうずっと曲がれ。チェリちゃん可愛い。それな。え、すごい、もうこんなに本当だ、2万6000人早い。よくないよ、2万6000人の前でさ、こんなさ、中身のない会話してて。え、よくない。じゃあどういう話したらいいかな。スティッチの真似して読んだからにはやんないと。ユナ読んでないもん、それユナが読んだわけじゃないから。できるよ。嘘。できるの？ストップ。似てる？え、これ似てるの？似てんの？似てない？似てる？ストップ。これ似てないんじゃない？あ、似てるよって。え、これ高校生の時、うん、結構お箱のものまねだった。え、そうなの？似てるよって言われ、似てるだって。ストップ。え、似てるって言われてる。ストップ。あ、似て、結構似てるって言われてる。え、でもヨタンが知ってる。見たことないですね。ヨタンが知ってるスティッチじゃないかも。スティッチって福岡のスティッチ違うかも。じゃあ福岡のスティッチじゃないわ。もう似てないよって言われちゃった。ごめんなさい。もうしません。もうしません。じゃあちなみにスティッチ何だっけ。じゃあヨタが知ってるスティッチでしょ、うん、スティッチ。似てないよヨタ。え、似てるよ。これがヨタが知ってるスティッチだから。違うんだね。お互いのスティッチ多分。多分違うスティッチ。はとか思う。厳しい。あるコメントで。はってコメント普通ある。ないよね。本当にさっきね、多分めっちゃスティッチ好きだったのかもしれない。ねえ、やだ、涙出てきた。笑いすぎて。めっちゃ面白い。マジこれをさ本当にどこでもやっちゃうからよくない、ね、道端とかでさ、ね、この間車の中でさめっちゃ楽しい。私すみれちゃんも気まずそうにしてたもん。この間エムステのリハに行く車の中で乗ってたのが私とひよちゃんとマナヒーとすみれちゃんだったんだけど、そう4人でなんかずっと2人で LINE で話してたんだけど、車の中で静かにしなきゃいけなくて。そう、そこでも話してんの。いつも話してんのに。ちょっと説明して。あって分かった。ちょっと待って。ちょっと待っていいよ、ちょっと待っていいよ。それで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 おいでおいで。2人でそうそう3年前ぐらいの出来事をそう思い出しちゃって。そうそうそう、思い出し笑いがすごいじゃん。そうそう本当にそうなので、そう思い出しちゃって。そうそうなので車絶対その時する話じゃないのに。絶対車揺れてたよね。いつも笑いすぎてもうそう車が多分揺れてたね。本当につぼ、なんかそういう静かにしないといけない時ってより一層面白く感じちゃって。本当に面白かった。そう本当になんか笑いすぎちゃっていきなり。そうそう、なんかすごい乗ってた。唐突に笑っちゃったから多分私たちが、うん、スミレちゃんとかもマナヒーからしたらで笑い合ってる時にマナヒーをマナヒー一番前に立ったから。マナヒーヒヨタは私だったんだけど、そう
列がね、うん、マナヒだから、私ひよたんと笑い合ったらマナヒがこうやって見えてるのが見えて、あごめんと思って、ごめん、それ暗くなって静かにしないといけない、そうそう、静かにしないといけないから、ね、でもどうしてもさ最初はめっちゃってやってたね、ってやってたのに、そう最初もなんか壊れちゃって、そう笑い出しちゃって、うん、そうダメだった、ごめんなさい、はしゃいじゃってああ、もう本当に、ああいっぱい笑ったね、いっぱい笑った本当に。でも本当に笑っちゃう、やばい。もうやだ、笑いすぎてやばい。本当に面白い。なんか顔赤くなってるの、笑いすぎて。だってヒヨタも顔赤いからレボでもつける。つけてんの今。もうつけてんのよ。本当に。ちなみにもう冷房ついてます。え、これ冷房？え、冷房ですよね。冷房です。冷房だった。私はなんかウィンクしてたって。ウィンク。せーので、どっち右する？ちなみに左、あ左、私も左なんだよね。あ、じゃあやっちゃおせーの、no. ウィンクの練習ってしてた？え、うん、左しかできない、右だとこうなっちゃう、右こうやばい、ね、右の顔やばいね、お互いお互い朝間になった、ありがとうございます、嬉しい。あ、でももう30分してる、2人でハート作ってって言われる、もう30分ハート、あ、こっち、あ、あ、え合わなかった、相性悪、うん、悪かった、今一瞬だけ悪かった、え、かわいい、かわいいね、このハートかわいいね、かわいい、どう、え、かわいいかわいいスクショできたかな、え、本当に顔赤いんだけど、え、ゆうだも顔赤い、だから笑いすぎて顔赤くなっちゃった、あっちぐらいから、熱いよね、本当に、待って、めっちゃ汚いよ熱い、じゃあなんかトークテーマください、確かにトークテーマ、皆さんが聞きたいこと何でも答えます、追加公演で何かハプニングあった、あったっけ、あったっけ、追加公演でのハプニングは、ね、着替えの、着替えが、そうだね、早替えのさ、うん、練習したじゃん、一回練習した前日、うん、に、そう、なんかこうクリスマスのさ衣装が追加されて、クリスマスコーナーも追加されて、そうそう、追加されてさ、うん、全然ダメだったよね最初そう、全員、ま、誰か間に合った人いるのか、いない、誰もいない、なんか最初にこの時間で着替えてっていう尺で、誰も着替えられなくてひらがなで恋しちゃい始まっちゃって、誰もいないのにあれめっちゃ、でもいつも早いよね、早く、私めっちゃ早い、早そう、私ね、ほんと一番ぐらい早い、嘘、だって早そう、イメージ、2回目行った時も一番最初にステージ行ったもん、私、え、それ京子さん同じこと言ってた、え、だから今日反対側からあの上島あるからさ、今日反対側の1位だったんだ嬉しい、どっちもの1位に会えた入り口2つあるからそっか、それはどっちもだ、そっか、じゃあ2人いるんだね、え、でも京子より絶対早い、私、嘘、ひゅうたもういつも最後の方、ひよたはね、最後の方っぽいね、本当に遅くて着替えが、え、笑っちゃうんだよね、でもなんか着替え、だってみんなさ、階段降りるときやれちゃうさっきのみんなやばいの、本当に必死だよね、そう、なんかもう死ぬんじゃないかみたいなこれを一歩間違えたら、うん、もう大事件レベルで、本当にみんなスカートめっちゃこうやって持って階段でスカートを持つっていうルールがあるんですよ、そうそう、あるんですよね、そう、引っかかっちゃうから、そう、危なくて、そう、知らない人が長いスカートをこう抱えて、そう、ドッ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 、でも私は片手で抱えて、片手当てすり、え、でもさ、結構無理じゃないですか、スカートの両手、こうやってあ、一回は両手、一回は両手で片手で手すりで行かないと、もう本当何かあった時が怖いから、確かに、そう、確かにね、手すり持ちたいけどスカートで無理だから、うん、いつもこうやって頑張って、うん、ずっとでも私階段降りるの本当に早くて早そう、本当に、え、でもね、違うの、階段降りるの特技だったの、小学生の頃本当ね、めっちゃ面白い、なんかみんなより階段降りるのなんでこんな早いんだろうって思って極め出したのね、階段、学校の階段いい階段じゃん、いい階段、一番極めるよね、本当に早く降りれるの、あれ
嘘、え、手すりありってこと、手すり、その時からも手すりはあり、手すりあり、飛ばしで、ん、飛ばしで、飛ばしもやったことあるなんかね、うん、階段って疲れるからどうにかして効率を上げたくて、うんうん、上りも下りもね、うん、だからそう、結構チャイムギリギリとかになると焦るじゃん、焦る、なんか結構そうしたらなんか毎日焦っちゃってなんか学生時代なんか焦っちゃって階段になると、うんうん、焦んなきゃって思っちゃってすごいなんかめっちゃ抜いてたうまそうマジでうまそう階段下り本当に得意で、そう、なんかそういう選手権あったら本当にやりたい、ただでも、ね、でも小学生の頃は自分が一番だなって思ってたんだけど、うん、階段下りに関しては、うんうん、でも今は、うん、クミとか、クミさんも早いんだ、はい、トシちゃんとかもなかなか早くてじゃあ1位になれないかもしれない、そう、やっぱ日向のね、うん、その体、ね、運動神経みたいな、うん、平均がおかしいからひな愛とかでさ、そういうのやってほしくない、誰が一番早く下れるか、え、めっちゃやりたいけどでも自信はないかも、このメンバーだと爆笑しちゃうから、小学生の頃は一番だったんだよなでさ、小学生の頃ってさ、うんうん、なんであんなさ運動神経いいんだろうね、なんでだろうね、私もめっちゃ運動神経いいと思ってた、てか、ね、入るまでずっと自分運動神経いい方だと思ってたなのにめっちゃ足遅いし、日向の中だと日向異常だと思う、下から3位とかなんだよ私、ひよたも多分そんぐらい、嘘だ、え、ほんとそんぐらい、ひよたん多分私よりは上だよ、ひよたんってでも足速い顔してんのよ、顔はね、そう、足速い顔なんだけど、ドッジボールも強そう顔で、強そう顔なんだけど、結構なんかできそう顔でしょ、運動神経めっちゃ良さそう、でもできない顔、あ、できないの、なんか悔しいよね、やっぱそのさ、嫌なギャップじゃんそれって、え、そう、でもさ、もう早く覗けないもん私はまだ早く動きたいと思って頑張って、もうのんびりよ、え、もうもっと運動、うん、反射神経鍛えたいの、そうやってどうやったら鍛えれるんだろうね、分かんないでもジムとか行ってたらさ、いいのかな、うん、反射神経鍛え、関係ないのかな、あのさ、反復横跳びやればいいんじゃない、あ、反復横跳びめっちゃ早いよ、めっちゃすごいからね、あの本当に反復横跳びに関してはめっちゃ自信ある、ね、いつもそうやって言ってるよ、え、聞いて聞いて、でも、うんうん、何、ひなと前、うん、どこだっけな、あれ、うん、京都かな、京都かどっかの旅行に行った時に、うん、なんか反復横跳びの対決しようみたいになって、うん、わざわざ、うん、ラウンド1みたいな、うん、ところに行って、うん、反復横跳びの対決した、うん、で勝った、ひなちゃんに、うん、でひなも相当自信あったの、ひなマジで反復横跳び超すごいから見ててみたいな、ほんとにひなたん勝ったの、なんでだろうね、嬉しそう、なんでみんなさ体力っていうか運動神経自信がこう持っちゃうんだろうね、不思議じゃない、反復横跳びに関しては短期集中型じゃん、うんうんうん、だからシャトルラン的なやつは本当に苦手、短期集中じゃない、上体起こしやばい上体起こしってなんだっけ、腹筋だよ、上体起こしマジで A だもん、上体起こしで何回できるかみたいな、そうそう、だから30秒で何回できるかとかだった気がするんだけど、20秒かな、うん、20か30秒、あれねめっちゃできる、いいぞ、うん、得意、上体起こし、上体起こしは本当に苦手かも、腹筋系苦手なんだよなでもね、あれが嫌い、長座大前屈、あ、これか、あれはね、あれはもう本当得意分野だよね、いいよ、得意だよね、あやてぃ、あやてぃあやてぃって呼ばれてたの初めて知った、初めて呼ばれた25歳です、あやてぃ、初めてあやてぃって呼ばれた、あやてぃやばいね、え、なんかさ、いいね、あやてぃ、あやてぃ、うん、いいよ、確かに特別ねサボテンできますか、やってたよね、ショールームじゃなくて YouTube で、 そう、あの YouTube でサボテンでもできなかった、結局、うん、2人でサイキンリズム行ったらって、行ってないよね、行きたいんだよね、そう、でも行きたいんですよ、2人では餃子は食べてないの、食べてないね、食べてないかも餃子食べたい、確かに餃子ね、美味しいよね、餃子パーティーしない、え、したい、それ作るってこと、いや、買う、買おう作ってほしいよね、いや、買おう
この間さ、カニ、カニ鍋しようとしたんだね。あ、そうそうそう、うん、で、なんか、でも朝 LINE したんですよね、うんうん、カニって回答するのって LINE したけど、うん、結局え、したもんで、消したなんで消すのえ、しないかと思って、うん、結局あの話し合い見てない、見てなかっ た,、うん、かっただから、うん、消さないでよ、分かった、うん、本当になんで本当にすぐ送信取り消しちゃうの。え、だって私目の前で送信取り消しされたことがあったのに返そうって思ったなんかピンって消えなくなって、そう本当に、うん、なんかそうそれだから、うん、ね、なんで消したのみたいな、うん、今送ってたよねって言って、うん、そう、うん、ひょっとすぐそういうことやっちゃうから、そういうことやっちゃう、なんか、うん、忙しかったかなとか、いや今会えば、会った時に言えばいいかなとか思って、うん、いや思っちゃうんだよね、ごめんね。でもそれに関してマジで気づかなくて、 たまにひょうたんに連絡しようと思ったら、なんか送信取り消ししましたって書いてあって、そう何これと思って何の時のと思って、そうひょうたんよくやっちゃう、うん、喧嘩きたって言われるこれは全然喧嘩じゃない、喧嘩はもっと、うん、もっとね気まずい、なんか喋んないよね、うん、てか喧嘩始まったらお互い喋んなくなるから、うん、すぐ分かると思う、確かに、なんかその喧嘩っていうかな、険悪なムードみたいな感じ、本当に、まあ、言い合いとかじゃない、全然一瞬言い合って、うん、静かに、そうそうそう終わるそうでも今度から謝ろう、うん、謝ろう本当に、うん、そしたら多分すぐ空気変わる、確かにガチ、そうガチガチでヒヨティ牛乳飲んでんの、牛乳飲んでます、待って、ドラモッチ食べたい、うん、ドラモッチ食べよう、ドラモッチ食べるから、うんうん、ショールームしてて、はーい いただきます、どうぞ、ドラモッチ大好き、とドラモッチ大好き、すごい、こんなに早かったら全然やめない、頑張って、反射神経鍛えられそう、鍛えられそう、鍛えられそうゴルフ上達したって言われて、ゴルフね難しい、難しそう、ゴルフなんかトップしちゃうの、私はめちゃくちゃトップ、うん、トップね、うん私のゴルフ悩みはトップしちゃうっていうのが悩みです、うん、はい、であと打つ時に体が起き上がっちゃうっていう、そんなのもある、そう、でもゴルフ大変そう、とってもゴルフの先生がいるの、うん、教えてもらってる、あ、そうなんだ、うん、すごい、そうなんだ、習い、あ、待って、私言いたいことある、んそういえば、どうしよう、いつ言うかなって思ったファンの人に、うんうん、免許取りました、ゴルフの、違う、車の、あ、そう、車の、そう、車のえ、ゴルフの免許ある、ね、何今の空気ねえ、ごめんなさい、結構大事な、私はそう、車、そうだよね、車の免許を取って、ね、そう、今年すごい、本当にうちに取れて本当に良かったなって、あ、待ってあります、でも似合いそう、車運転するの、嬉しい、でっかい車運転してそう、でっかい車運転したいの、してそう、うん、そう、私はでっかい車運転したい、なんかで、大きければ大きいほどいいみたいなとこある、うん、似合いそう、本当に、ありがとう、大人ですよ全部一発で撮ったの、すごい、みんこれ難しそう、これ自慢なんですけど、うんうん、全部一発で撮りました、うん、なんかみんなさ、絶対さ、うんうん、なんだっけ、筆記とかさ、うんうん、落ちる、私も友達に言ったの、うん、え、一発でいけたのみたいな、筆記大丈夫だったみたいな言われて、筆記を落ちるって思われてて、私がこうなんか賢くないって思われてるから、でもね、全部一発で取れたんだよ、すごくない、めっちゃすごいめっちゃすごいよ、うん、めっちゃ楽しかった、え、楽しいんだ、うん、怖い人いないの、教習所、え、全然、あ、いないんだ、うん、怒る人もいない、うん、でも怒られたくないんだよね、怒られないよ、ちなみに本当、うん、ひよたんも車欲しいけど、ひよたんって本当に事故りそうでさ、うん、怖い、うん、気をつければいいんだよ、この前お姉ちゃんも事故ってたからそう、お姉ちゃん事故ってたんですよ、あんまやめな、それ言うな本当にそういうの言うのやめな、分かった、うん、じゃあ言うのやめる、うん、やめな、やめな、分かった、うんヘヘヘヘも免許取ったらいいね、免許取りたいけど、うん、怖いな、ちょっと私だからドライブしたいんですよね、日向坂チャンネルで
え、まだドライブしてる人いなそう。うん、やったことある人。車も欲しい。車、うん、確かに、うん、車自分の持ってたらすごい、ね、大人、大人って大人だよね、うん、大人。いつか欲しい、本当に。やっぱ免許取ったからにはね。何色がいい？白か黒？白か黒、うん、黒か白。車か。車もう大人だよね。うん、美味しい。ドラモンチ、うん、そう。なんかゴルフもさ、うん、車ないとしんどいっていう。あ、そうなの。ゴルフの遠いから。そう、そうなんだ。場所がだいたい遠いんだよね。うん、だから車がないと大変だから、まあ取れてよかったなって思っているよ。日向でももういっぱい取ってる人いるのかな、うん、実はそんなことないのか。うん、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 本当だ、4万人いってる。気づかなかった、今気づいた。すごい早い。でもあと30分で終わる。え、あれ、いや、あと22分。ごめん、あら、ごめん、ごめん、なんです。いやだ、今、あ、入ってらっしゃった。ひよた、ほんとこういうのを全部あと30分って言っちゃうから、うん、よくない。本当に大雑把すぎる、ひよた。ひよた大雑把。そう、本当に大雑把。私もだいぶ大雑把なんだけど、それよりだいぶ大雑把。本当に大雑把、うん、ごめんなさい。結構、うん、自分がめっちゃ大雑把だなって思ってたんだけど、うん、なんか貴重面なのかなって思えてくる、ひよたんといると。ひよたんが大雑把、自分って貴重面なのかなって思えてくる。貴重面だよ。貴重面かな、もしかして、うん、やっぱり、うん、でもさ、大雑把なとこもあるじゃん、うん、ハイブリッド。ハイブリッドだよ。はい、ハイブリッド食べる。これいらない、好きじゃないの。クリームがちょっと好きじゃないの。そっか、そう。でもね、これ本当に美味しいの。本当に。でも本当に美味しそう。もうクリーム好きだったら好きだと思うし。で、私もクリームとあんこって、うん、マジかって思ってたんだけど。本当に、うん、マジかって疑問に思ってたの。食べてみたら本当に感動した、うん、ドラモッチっていう名前なんだね、うん。ヒヨタン進行してる。ヒヨタン進行できるかな、うん、挑戦してこ う、まあ、私も別に進行なんてしなかったんだけど。主導権を握って。主導権、うん、主導権握ることさ、過ぎたことだし、本当残り30分だしさ。そうだよね、うん、主導権握れないんだよね、ヒヨタン。あんまり。ヒヨタンについていきます。私は今からやだやだやだ、ドラモッチ食べてるし。ドラモッチ、ドラモッチ。ヒヨタンさ、本当に進行形苦手かも。え、大丈夫、一回やってみよう。一回、うん、ヒヨタンに進行したら、なんかどんな感じになるか気になるから。え、もうこの感じずっと。え、こういう感じで。え、一人でさ、やるじゃん、ショールーム。一人でやる時もこういう感じずっと。全然沈黙とかある。うん、うん、え、めん、ヒヨタンはゴルフやりません。やろうって言ったんですけど。そう、動きたくないから基本的に、うん、しかも朝早いし。朝早いの苦手。やんなくていいよ。そう、運動したくないから。でもしかしたらやりたい時期が来るかもしれない、うんうんうん、まだそう、そういう時期じゃないだけかもしれない、うん、もしかしたらやるかもしれません、うん、はい、うん、だから私も、うん、私の話になっちゃうんだけど、うん、本当に動きたくない時があって、うんうん、ずっと本当に、うん、もう疲れちゃう、疲れちゃうでしょ、うん、って思ってたんだけど、うん、今年からジム行ったりゴルフ始めたりしたら、うん、動くの大好きになっちゃった。うん、動くの嫌い。だから、うん、そういうきっかけとか、うん、そういう風に変わる時が絶対来ると思う。来てほしいな、そういう時期、うん、でもためない、ためえ、うん、来なくてもいいと思う。来なくていいかな。今の自分もわかんない。だからためずの時やるの。うん、シャンクスとやるの。そう、私のお父さんシャンクスなんだよ。え、お父さんもゴルフやるの。お父さんゴルフやる。うん、すごい。だからお父さん一緒に行くの。
一緒にまだ行ってないけど今度行く、うんうん、めっちゃいい関係性、うん、もうシャンクスと、え、シャンクスって読むの、うん、お父さんのさ、うん、アイコンがさ見せるよ、じゃあちょっと今見たい見たい、待って待って待って、シャンクスシャンクスってめっちゃあるシャンクスとか、シャンクスとこないださ、うん、やり取りしたからさやり取りやり取りやばい、いやいやいや、ほらほらシャンクスシャンクス、え、ほんとだ、え、だってあやねえさんなんだ、そう、ホーム画面は私っていう、すごい、え、しかもさ、これね、そう、そんなことないようにしてるんですよ、私のシャンクス、めっちゃいいお父さん、めっちゃいいお父さん、ありがとう、ほんとにシャンクスはね、おもろいんだよ、ほんとに面白そう、で、この間もさ、なんか、うん、クスってしちゃったんだよね、シャンクスなんだっけな、優しいパパ、ね、確かに、ほんとにそう思う、ちょっと今度これ素敵なお父さんね、いやでもそう思う、ありがとうありがとう、されてる、いやいやいや普通ですよ全然、うん、シャークさん、やさパパシャークさんってわかる、これ何のものかわかる、歌、うん、見てないんだよね、え、レッド見てないの、見てない、映画見てない、歌は俺の娘の歌の映画、え、歌の映画見てないの、見てない、じゃあ今度一緒に見る、え、うん、どこで見れるの、もう見れるの、うん、うん、もう見れない、なんだ、なんだ、なんだ、私2回見に行ったよ、え、2回もすごい、なんかやっぱり、うん、あのニカ、うん、ルフィの、うん、ニカわかる、全然マジかよストーリー、ギアサードとかあるじゃん、あ、うんうん、あのギアフィフスっていうのかな、そうなの、うん、そんなのあるのも、そうなんですよ、がちょっと出てくるっていう、ワンピース追いたいけどさ、多すぎてもう追えない、追ってたよね、追ってたけど諦めちゃった、長すぎてずっと追って諦めました、え、どこで止まってんの、ちなみに、え、どこだろう、漫画で読んでて結構最初の方で挫折しちゃったかも全部持ってるよね、全部買ったけど、何巻ぐらい、うわ何巻だろう、うん、でもその時の最新まで買ったからかなりあるのよ、うん、今の最新じゃなくてその時の最新だけど、だからかなりあるはず、結構あるよね、うん、もう50は超えてるよね、確実に、うん、余裕で、余裕で超えてるよね、うん、私は、私もでも、うん、コナン全巻買ったはいいものの、コナン長そう、28で止まってんの105巻ぐらいあるのかな、多分そんなにあるんだ、100何巻かあるんだけど、コナン、コナンね、うん、止まっちゃってんの、なんかさ集中できないんだよね、こう漫画に、家で1時間、コナンって1時間ぐらいかかるの、私的に1巻、うん、あ、字が多い、字もめっちゃ多いし、ちゃんと読まないと結構難しい、謎解き系じゃん、あ、そっか、そうだよ、そっか、いやコナン読んだことないからさ、うん、分かんないんだよねコナン、コナン、うん、え、コナンの映画とか興味ない、見たことない、見たことなくて、え、なんかコナン、え、でもさ、うん、あのさ、アニメのキャラとかめっちゃ好きでしょ、うん、ハマると思うよ、そう、キッドとか、うんうん、怪盗キッド、あれ、なんか聞いたことある、怪盗キッド、なんか一時期言ってたっけ、え、怪盗キッド、安室さんとかめっちゃ好きなの、うん、分かんないかも、安室さんとか赤井さんとか、うん、そのかっこいいキャラめっちゃあるし、うんうん、なんかそのラブもあるのね、新一とランとか、うん、新一ってわかるあのコナン、コナンくんわかる、うんうんうん、コナンくんってちっちゃくなったじゃん、うん、その大きい体は工藤新一って言うんだよ、うん、あ、そうなんだ、大きい体、そう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 、なんか聞いたことある気がする、マジで何も見てないのね、うん、逆に私コナンをここまで見てない人逆にわかんない、初めて見た、本当に、うん、そう、コナン、なぜかコナンは通らなかったんだよな、そっか、そう、でもだからコナン通ると、うん、コナン読むの本当に賢くなった気分になれる、そうなんだ、うん、じゃあ読もうかな、賢くなった気分になりたいから、貸してあげる、ほんと、うん、いいやん、うん、え、コナン面白いよってみんなおすすめしてる、え、だってコナンめっちゃくちゃ面白いからねちなみにでもひなたの中でもコナン好きな人多いもんね、うん、確かに確かに、ひなこいとさ、うん、コラボもさせていただいてる、そっか、うん、確かに確かに確かに、そう、好きすぎてもう本当に、そうだ、なおも好きなのね、なおちゃんも大好き、なおちゃんとコナンの話をするんですよね、コ
コナン好き多いからね。うん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 、ジョジョは見る？私もジョジョ見てない。なんかさ、ジョジョってさ多分めっちゃ長いよね、うん、ジョジョも長そうって思って、あとナルトは見たいの。うん、ナルトは読んでるでしょ。ナルトはそう、でもあ漫画は読んでない、アニメで見ちゃった。あ、そうなんだ、うん、アニメだと時間かかる？めっちゃ気になってる。アニメでもかなり長いかも。めっちゃ気になってるんだよね、ナルト。面白い、ナルト大好き。え、誰が好きなの？カカシ先生って人？でもなんか最終的にやっぱりナルトが好きになるんだよな。えー、そうなんだ、うん、なんかいろんな人やっぱ通るんだけど、うん、なんかやっぱりナルトに惹かれるかも。でも一時期ジュライア先生もすっごい好きだった。わかんない、ジュライア、ジュライアっていう人がいて、うん、そう。でもなんか結局ナルトかも。じゃあアニメの好きなキャラさ言って、鬼滅は誰？だって一時期さ思い出してた、また思い出してた、また思い出して今の鬼滅までめっちゃ思い出したよね。ね、ニックネームも覚えてるもん。ブイブイ、ブイブイ。白時と一郎くんが本当に大好きで、ね、あったよね。ブイブイって呼んで、そう、ムイムイって言ってたよね、一時押してたムイムイのこと。ムイムイの T シャツ、ひよかがムイムイの T シャツ持ってて、そう、え、それどこで買ったのって、ね、そう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 、めっちゃ聞いて、同じの買った。懐かしい。ひよかは誰が好きなの？鬼滅でしょ、うん、鬼滅誰が好きだったっけ？あの人だよな、あのなんだっけ、うずいさん。あ、確かにあの人好きだった。うずいさん好きじゃん。好きだった、うずいさん好きだったね。鬼滅ね。ね、この間さ、牡蠣食べたよね。あ、牡蠣食べた、美味しかったよね。この間さ、この間、うん、お買い物行った時に、そう、なんかお腹空いたカフェ行くってなって、うんうん、なんかちょっとお茶でもしようよみたいな、お茶でもするってなって、なんか柿、そのなんかレストランのさやつ見てたら、柿、うん、柿屋さんがあって、見つけたんだよね。待って待って待って、柿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 、待って待って、柿ある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 みたいな。そう、もうテンション上がっちゃって、本当に。で、うん、で行ってみたら空いてなくて、そう、20分待てば食べれるってことで、そう、めっちゃ悩んだんだよね。そう、20分か。でも2人とも喉が渇いてたから、そうそう、もう普通にカフェ行く、うん、ってなったけど、いやでも20分頑張れば、うん、もうカキはすぐ目の前だったんだよね。で、店の前でも待ったよね、20分店の前で20分ずっと話して待ってて、そう、それで牡蠣食べて、で2人当たんないよね、当たんないよね、お願いします、お願いします、絶対当たんないよね、絶対当たんないよねって当たんなかった。ね、美味しかった、牡蠣めっちゃ好き、美味しかったね、うん、なんかそう、最初6牡蠣はい、そう、6牡蠣、なんか8牡蠣行こうとしたんだよね。4牡蠣、6牡蠣、8牡蠣、10牡蠣みたいな、こうそうそうそう、生牡蠣のね、こうプレートみたいな感じで、うん、何牡蠣いけるかなと思って、そうそう、で6牡蠣は余裕だよねみたいな、うんうん、じゃあ6牡蠣しよう6牡蠣したんだけど、まだまだ食べたくて、そう、また6牡蠣追加したから、そう、またそう1人6牡蠣、1人6牡蠣いったね。でも全然当たんなかったね、全然当たんなかった、うん、てかめっちゃ美味しかったよね、本当に美味しかった、うん、美味しい。だから生牡蠣を久しぶりに、うん、あんなに摂取して本当に幸せだった、ね、もう一回さ、牡蠣行きたい、行こう行こう、え、でカニも行きたい、カニも行きたいよね、カニも行きたいし、でもカニも行ったんでしょ、いや、なんですよ、そう、ごめん、一旦でもカキ、カキだった、あ、カキ行こう、カキ行きた、なんだっけ、あと、うん、うなぎ、うなぎ、うなぎ、あ、うなぎ、そう、うなぎ、名古屋に行かないと名古屋行かないと、名古屋にうなぎを食べに行こうって今話してて、計画中です、そう、はい、そうなんですよ、美味しいの大好き、なんかね、ご飯を美味しいの食べに行きたいねってそう話して、そう、カキとかカニ鍋やれよ、わらって言われた。やるよね、やるよ、やるんだよ、この前にやろうとしたんだよ、ね、でもなんか昨日じゃない、やろうとしたの、そういえば、あ、そうだ、昨日だ、昨日の夜やろうとしたんだけど、なんかあんまり会いすぎると喧嘩しちゃうからって言ってそうそう、今日もなんかそのそずっと会ってたから最近そうそうそう、なんか明日も会うと、あ、昨日も会うとショールームも会うから、そうそうそう、会いすぎじゃねってなって、そうそうそう、1回目でってなって、一回やめようってなって、一回距離置いた、距離置いた、一回距離置いた、昨日は髪鍋しようかなって思ったけど、そう、M ステの後に、そう、でも一回距離置いて、今日、うん、そう、なんか会いすぎるとやっぱり、そう、ちょっとね、良くない、良くない
適度な距離感っていうのがやっぱりありますからね。え、あとね10分ぐらいだよ。8分の後ね、どうするどうする、やばいやばいやばい、あっという間すぎね。待って、しかもさ、こんなにも見てくれ、本当に、え、待って、嬉しい嬉しい、え、大丈夫だったかな、この大丈夫だよ大丈夫だよ。なんかさ、嫌いになっちゃったらどうする、こういう私たちを見て。悲しい、嫌いになっちゃったらどうしよう。悲しい、そんなの嫌いたくない、嫌わないで、ね、嫌われたくないです。なんか結構、うん、今日の自分笑いすぎて不安、確かにゲラったね、うん、今日いっぱい。でも普段のひよたんたちが見せれてよかった、うん、けど、ね、どう思われたかだよね。そう、私たち普段こんな感じでずっと喋ってるんだけど、そう、本当に、うん、大丈夫ですよ、だって優しい、ありがとう、そんなことない、ありがとう、嬉しい、優しい、本当に嬉しい、ありがとう、そんなことないよ。だ今日もさ、だってさ、うん、ここに来る間にさ、うん、ずっとさ、あの連絡してたんだけどさ、なんか打ち間違いでさ、そう、お腹痛くなるまで笑っちゃったよね。そう、本当にそうなの、打ち間違いだけでも笑っちゃう。打ち間違いで、うん、私歩いてんのにもずっとそうてか、もう 笑いながら歩いてた、本当に。いや、でもずっと笑っちゃった、うん大好きなコンビだって、嬉しい、大好きなコンビって言われちゃった。でも今日は本当に、うん、なんかただただ本当にやりたくてやった、そうだけで、何もお知らせとかも別にないしただただ二人でやりたかったショールームだから、うん、なんかね、でもやれてよかった、ね、やれてよかった、念願だったからね、はい、本当に念願のショールームで、またやろう、やりたい、ね、でもやっぱあんまりやりすぎると良くないから、良くない良くない、半年ぐらいそうだね半年ぐらい温めるそうで、温めつつやったよね、うん、でその間にね、いろいろそうそう旅行行ったりとか、そうそう、作ってあると思うから、そうなんで、楽しかったね、沖縄、沖縄マジで楽しかったね、沖縄、沖縄うちの楽しかったうちのさ、なんか足のさ、指がさあ、そうそう、なんかあやねえさん止まって、なんか起きた瞬間、次の起きた瞬間、なんか普通あおはようみたいな感じで言うのに、姉さんが起きた瞬間、ちょっと待って手首いかれたみたいなこと言ってて、あ、手首だっけ、なんかどっか手首もいかれたことあるんだけど、あ、じゃあ違う、なんか足の爪、足の爪持ってかれたって、え、誰にって、なんか夢見てたのかなとか思って、いや、起きた瞬間から大爆笑しちゃったの、起きた瞬間、ちょっと待って足の爪持ってかれた、なんかあれめっちゃ面白かった、気づかなくて足の爪持ってかれてる、持ってかれてないのよ、あるのよちゃんと、ただちょっと持ってかれてて、ただ痛かったの、ちょっともちょい持ってきがあったから、靴ずれでしょ、絶対普通に靴ずれだよ、いや靴ずれじゃなかった、本当に剥がされたってこと、剥がされかけてたどういうこと本当に痛くて、あれ、いや、まあ痛いわ、死んで、あれもあったからやっぱちょっと気楽だったのかもそう、2日目ね、でも歩くと痛かった、靴履いたら痛いから靴履いてなかったの、うん、私言ったよ、靴履くと痛いわって、言ってた、サンダルにするわって、覚えてない、覚えてないかもすぐ忘れちゃう、そう、いや、ほんとすぐ忘れちゃう足の爪持ってかれたりとか、手首いかれたりする、手首いかれたこともあって起きたら手首待って、手首いかれた痛い、手首はもうめちゃくちゃ痛くて、あやねさんの寝起きが一番本当に面白くて普通なんかおはようみたいな感じで起きるのにどっか負傷してんのそんなことある、なんか夢見てるのかなって思う、恥ずかしいね、うん、なんか二人でいると本当に面白いことしか起きなくて、うん、本当に面白い、うん、今日も面白かったですか、どうですか、あと5分だって、え、あと5分、いや、あと4分だ、4分、うん、沖縄で一回仮眠したよね、仮眠したっけ、覚えてない、じゃあ一回仮眠したよ、沖縄で朝一の飛行機乗って行って、うん、仮眠した、そう、仮眠した、そうそうそう、朝一でマリンスポーツしたんだよね、何にも食べてない胃の中でマリンスポーツして、なんか私疲れちゃって今日、そうそうそう、一回仮眠するって言って、そう、寝て1時間半ぐらい寝て、また遊びに行ったんだよね、そう、たくさんね観光しましたね、沖縄は面白かった、楽しかった、また沖縄行こう、行きたい、
本当に沖縄行こう。沖縄楽しかった。うん、海亀見れたの本当に奇跡だったよね。うん、あれ本当にすごかったよ。うん、多分、うん、あれ本当にすごいことだった。海亀マジで可愛かったよね。うん、好きになっちゃったの。すっごい大きかった。こんなこんなんじゃない、こんぐらい、そのぐらいだったよ。本当にリアルでこんぐらい。うん、うん、びっくりでしょ。ねえ、楽しかったよ。マリンスポーツもさ、マリンスポーツ本当に楽しかった。本当に楽しかったよね。あのマリンスポーツ浮いてた、ずっとずっとほぼ浮いてたよね。うん、ねえ、楽しかった、楽しかった。今日も楽しかったね。ね、楽しかったですか皆さんは。ね、空持ってんだ空持ってんだ。またやってね。うん、嬉しい、ありがとう。ゲッツしてゲッツゲッツで終わる。うん、ゲッツで終わりたい、ね、よかったゲッツ。え、あと何分？ゲッツできてよかった。あと3分。あ、3分だ。この後は、うん、日向坂チャンネルの生配信があるの で、はい、ぜひそちらもね、うん、楽しみにしていただけるとお願いします。私たちは出ないんですけどすいません、出ないんですけど、はい、はい、この後はハルヨンチのクリスマスパーティーっていう、うん、そうだそうだ、やつがあるんで、うん、なんかさっきハリオいたんだけど、うん、おはようって言ったらなんかずっとこの顔したから、うん、ショールームやるのって言ったの。じゃ知ってますよって言われて、じゃ何その顔と思って。かわいい、ハリオかわいい、かわいかった、ずっと見られた想像できるが、キョトンってしてそう、うん、そう、ずっとハリオに見られたから、うん、何するのかなって思ってんのかなと思って、うん、そうだよね、うん、ハリオ面白いね。ハリオ本当にね、可愛い。ね、参加したかったね、ハリオちゃんのクリスマスパーティー。確かに参加したかった。ね。ダメ？ね。ね。楽しそう。うん、まあ、私たちはね、この1時間ね、楽しいね。楽しみ。クリスマスイブイブを。イブイブ。そう。待って。そうじゃん。イブイブです。あ、そうで明日ミーグリだから。そうだ。ね、そうだ、ミーグリさん、お揃いのさ。うん、あ、そう。たまたま。たまたま、うん、私たち明日サンタコースするんですけど、うんうん、たまたま。お揃いを買ってたんですよ。すごい、これ運命、本当に、うん、これさ恥ずかしいんだけどこれ着るんだけどって送ったら、え、待ってこれ着たんだけどみたいな、着ようたもみたいになって、そう本当に運命的な。だから明日のミーグリも楽しみに、写真撮ります。ね、写真撮らせて、うん、撮りましょう。撮ってほしい。なんじゃ、撮ってほしい。うん、オッケー、じゃあスクショタイムとかして、あ、最後にしとく、うん、最後っていうね、はい、どうする、えひよ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 、それあやひよポーズにしようよ。うん、どう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 、ああ、もうなったんじゃない、30分になったということで、はいはい、今日は本当にこの辺でありがとうございます。こんなたくさんの方に見てもらえると思う、ね、楽しかったね、嬉しい、ありがとうございます。みんなもクリスマスイブイブ楽しんでくださいね、うん、もう切ってって言われた、あららら、コメントで、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、切ります、はい、じゃ